え金河新年ということで、いろいろ報告すべきことあるんだけども、まあ、今日はとりあえずね、このね、東大阪市から3000万円もらったブラック解放同盟全国連合会から、こういう公開質問状がまた来たんですね。えー、自転車宮部達彦への公開質問状6-2、2023年12月24日。あのー、大東市のね、大東市の福野園住宅っていう公営住宅のね、 あの、こういううちに線引っ張って、すごい、あの、知り合いかなんかの車止めさせて、お金取ってた、すごいせっこいことやってた、ブラック解放同盟全国連合会からの質問状です。で、東大阪市のね、公共の施設をずっと、もう何十年の、何十年も占拠してて、で、もう壊れそうなぐらいボロボロになったら、移転先を東大阪市に世話してもらって、なおかつ3000万円もらった全国連から、え、事件者、 宮部達彦への公開質問条6に対して未だ文書回答がないネット上でボソボソと宮部が公開質問条6について過細くぼやいたことは承知しているしかしそれでは回答にならないいやこの舞台から逃げている改めて2024年1月10日までに文書による回答を求める、えー、これについてはね結論から言うとね回答しないです うん、まあ、逃げているって言ったら逃げているってことなんだけども、もうめんどくさいし、何の生産性もないし、で、会話になってないから、ね、こういう未だに、その、もう、これ書いてる人のね、名前も書いてないしね、宮部達彦で名指してる割には書いてないじゃないですか。だいたいこれ書いてる人何歳なんですかね。で、まあちょっと読んでますね。 えー、公開質問上、6は次の用紙であった。宮部は自分をブラック民だと詐称する大,大嘘つきだ。この点は数度のやりとりで完全に明白になった。宮部達彦は鳥取市島城の本村にルーツを持つ一般民である。苦しまじれになお開き直っているが、しかし自分の実家や近隣をブラック探訪、 で、さらして、ここが被差別ブラフですとは決してしない、できないのだ。今ではその下味ノでは旗色が悪いと自覚し、神奈川県の解放同盟イン員宅に勝手に本席を移し、これで正真正銘のブラク民だなどと、噴飯物の演出をしてみせた。自分で自分の掘った嘘のケツにはまっている。宮部があれほど強弁してきた下味ノがブラクなら、なぜそんな猿芝居をする必要があるのか。 差別体験の質問には、全国ブラック調査の拡散を阻止され、ブラック研究を妨害されていることが唯一の差別体験と,も差別体験という、まるで答えにならない。猫が嘘つきだから、答えはどこ,にどこを探しても出てこないのだ。以上の1、3については、あえて回答を求めない。これ以上、根っからのペテン師の嘘、ヘリに付きあっても意味がない。宮部達彦の嘘、でたらめは満場一致で確認された。ということで、まあ、勝利宣言のようですね。 だが、以下の質問には答えてもらおう。ニ部ベ彦は言う。ブラック民は誰もが苦しんだ経験を持っているという根拠はない。ブラック民であるということで苦しみ、悩みなんかない。結婚差別な,んなどは悪質デマ、オカルト、陰謀論の類いだという。この主張こそ、ニ部ベ自身の人間性の歪みを示してあまりある。ブラック差別の中でも結婚差別はブラック民なら例外なく人生で一度は直面する問題である。 有名な小説「破壊」でもその一端が描かれている戦前だが部落と一般との交際は誘拐罪として裁判所は監獄にぶち込み大問題になった高松差別裁判すら君は知らないのかこのような結婚差別がは勝ってあったという話ではない結婚差別によって生身を引き裂かれ決別や最悪自死に追いやられる例は 昔も今も埋虚にいとまがない。しかしその多くは沈黙する。表面化するのは万に一つ。なぜか、それだけ深刻だからだ。真の悲惨は沈黙するのだ。それを理解することが人間性だ。宮部は恥を知るがいい。実際に表に現れるか全く表面化しない。様々なケースは当然ある。しかし、ブラック問題の真髄がここには秘められてい,いるのだ。 ののの主張は人間性の対局なのだ。君は自分自身の非人間性を自認しているにすぎないのだ。そして君のような無知無理解が結婚差別を助長し、犠牲者の地類を非常の闇に葬,葬っているのだ。以上の指摘に対し、宮部の見解を聞かせてもらいたい。いや、だから、だからあのお、おかしいんじゃないですかね。うん 表面化しないだけって言ってるけども、じゃあそれは幽霊や UFO があるけども、俺が言う、俺は存在するんだ、幽霊は存在するんだって言って言ってるのと変わらないわけですよ。うん。事実があるって言うんだったら、じゃあ実際証拠出してみりゃいいわけですよ。そんな、ね。うん。万に一つって表面化するのは万に一つって言うけども、ゼロじゃないですか。一つも出ないでしょ万に一つどころじゃないでしょ こうやってもう2016年からずっと解放同盟と裁判してるけども、その全国部落調整、部落担保でじゃあ実,際実際に結婚差別されたっていう例なんて一つも出てこないんですよ。だから万に一つじゃなくてゼロなんですよ、これは。ね。で、勝手にそのね、まあそれこそもう UFO はいるんだ、宇宙人はいるんだ、幽霊はいるんだって言ってね、オカルトな主張をしてるのと何も変わらないんですよ、だから。だから、この、 ブラック解報同盟にしてもね、全国連にしても、結局、オウム真理教なんかも何の変わらない、こいつは。ね。空中浮遊できるんだ。俺は空中浮遊できるんだって言ってるようなもんですよ、これは。ね。だから、そんな、ね、こういう、もう、オウム真理教みたいなね、そういう団体なわけだから、まあ、こんな相手にしちゃいけないと思うんでね。まあ、だから、いちいち僕は文書で回答しないです。一応、まあ、動画のネタにはするけどね。 でさらに、今一つブラック解放運動があるから差別が起きるという転倒した嘘について宮部は言う結婚差別などない親が部落解放親が解放運動などやってるから忌避される解放運動などするから差別が起きると、えー、権力、地対強、意見、武信と全く同じことを言う。私たちは宮部に対して 解放運動とは無関係にブラック差別事件が起きていることの具体例として、茨城県土浦市の差別事件を取り上げて質問した。この差別事件は、市職員である児童クラブ支援員が、ブラックから通ってる児童に対して、ブラックだから頭が悪いとか、親が廃品回収をしていることをゴミ屋です。〇〇では、被差別ブラックカーボーを 三角三角の連中と呼ぶのだけど、ゴミ屋なんて普通はやらないでしょう。三角三角人だからなんですよ。ちなみに、ちなみにこの三角三角が南部ですね。丸々は確かに春ですか。 ででししたたかねなどと差別発言をした事件である全国連は差別を受けた子供の親と何度も話し合った結果、市役所に対して事件を通告して取り組みを進め、当事者も反省を表明するなどしてきた。宮部はこれについてネットで茨城の話なんて全然関係ないから、英子ちゃんとか〇〇とか不正人にされても何のことかわからないなどと逃げていった。ところがその後宮部はブラック担と称して土浦市のブラックに行き、地元の 名字を連呼しつつ、ま、え、る、ー、毛皮転送庫とあるので、まさにそうですね、などと、村内を撮影してネットで垂れ流した。そして翌日に回答しますとして、まず言ったのは、全国連が不正字にした地名が分かりましたとして、得意げにブラックの地名を言い、テロップで流している。意識的な差別の上、上塗りであり、絶対に許せないと、えー。また、差別事件について、 えー、軽口相当誇張されている、どこまで本当かわからない、信じない方がいいなどと、全国連が事件を捏造したかのようにっていう、そして結論として、ブラック差別は風評被害ではなく、解放運動がなくても現実にあるではないかという私たちの指摘に,か指摘に対して、全国連さんあなた根拠のない風評被害を広めていますという、その理由は解放運動が関係していない差別事件なら、 じゃあ関係しなければいいんじゃないですか全国連さん、この件で土浦市を休団したんじゃないですか総会屋と同じ反射なんです。 え、それが根拠のない風評被害を広めているというものである。市役所の人に任せておけばいいじゃないですか。内部の規則に沿ってちゃんと法律に沿った処分をすべきだったとも言っている。えー、宮部は差別事件が起こるのは解放運動のせいだという主張の間違いを突きつけられ、まともに答えられないね、逃げているのだ。そして差別事件が起きたら、それを求断することが間違いだという話にすり替えているんだ。 宮部の理屈では、自主解放の差別の戦いなどはあり得ず、役所のルールに任せるべきだという。 べきだとなる。そういうなら、ブラック探訪なども、宮部の好きな法務局のルールを尊重し、それに沿って削除したらどうか。改めて念を入れて宮部に聞く。差別事件の具体例として、2022年に発覚した土浦市児童クラブの差別事件について、公開質問上6で触れた、この差別事件の背景には、運動団体は全く関係していない。地域の一部、一般住民がいかに根深い差別意識を今も思って、 今も持っているかを示している。宮部はこれのどこを捉えて解放運動の,せい,いのせいだというのか。宮部はネットのぼやきの中でこんな事件は自分と関係ない、感知しないことだ。論点をコロコロ変えるのは困ると述べている。そのくせ、部落探訪で当該の部落を徘徊し、これ見よがりに村の地名、職業、名字などを晒し物にした。 当該のブラック、かっこ、みそしき地区って書いてあるけども、あの、みそしき、みそじゃないですよ、あそこは。えー、まず全国連さん自体、自身間違ってますよね。あそこは、あの、ブラック解放同盟が活動してた地域です。だから、みそしきじゃないです。言ってみれば、一度、運動があったんだけども、それが、あの、終わったというか、まあ、自然消滅、自然消滅した地区ですね。 そしてまた、あろうことか、こんな問題は役所に任せればいい。全国連が運動体として介入するから差別事件にされた。全国連こそ謝罪すべきだ、などと許せない暴言を吐いた。本末転倒、差別球団闘争に対する最も遅れた反動的見解を吐露している。宮部を、これはお前の独創的見解などではない。愚劣な差別指揮者の球団否定の合言葉があった。それがこの世で最も愚かで、 お前の言うところの役所の人間以下のそれより、それよりはるかに低俗な連中の見解などだ思い知るがいい。宮部に問う事実に照らして土地差別事件の問題の性質の述べよ。解放運動があるから差別が起こる論を謝罪撤回し、撤回せよ。以上2024年1月10日までに文書回答を要求すると。うん。だからもうそういうとこだぞっていうことですよ。ね。そういうところなんですよ。 こういう口汚い,い言葉でね、こんな時代遅れのことをね、未だにこうやってね、あの、書いて人のところに送ってくるから、そういうところが気持ち悪がられるんだと思うんですよね。で、味噌し地区って言うけど、あの、藤沢でしたっけあ,あの、土浦の。だから味噌しじゃないんですよ、あそこは。もともと解放同盟が活動してたんですよ。 で、まあその後の経緯っていうのは知らないですよ。僕はとも、とにかく、あ地元の人から昔はあそこは解放同盟が活動してたって聞いてる。で、なおかつその同和施設があるわけだから、当然その、何らかの団体が役所に対して要求して、あそこを同和地区指定したっていうことは間違いないんですよ。だから、ミソ式地区っていうことが、まず事実が間違ってますよね。あそこは同和地区指定されてるし、あの、解放同盟がかつて活動してたんです。 で、今、茨城にはね、解放同盟ないですよ。それが愛する会と、あの、全国連に、あの、変わってるわけですよね。だから、まず前提が間違ってるんじゃないですか。あそこは解放運動をやらなかった地区じゃないです。あそこは解放運動をやってたんです、ね、同和話行政もやってたわけです。ということで、えー、あの、解放運動から、 があるから差別が起こる論を謝罪撤回しようって、撤回せよって言うんだけども、いや、謝罪撤回する必要はないと思いますね。実際にあそこは、あの、解放運動をやってたんだからね。じゃあ、この、僕が言ってる解放運動があるから差別が起こるっていう論を否定したいんだった、否定しない、否定したいんだったら、じゃあ解放運動何にもやってないのに、そういう差別事件があったっていうところじゃあそういうところを出したらいいんですかというか、 まあそもそもこういうおかしな団体が活動しなかったら、そのまあ地元の人がね、そういうなんかじいさんが軽口叩いたっていうような話はもう地元で解決するようなことなんで、こういう団体が出てくるようなね、必要性は何もないわけですよ。こんなん出てきてね、こうやってあの、役所の人間にね、なんか対策会議までひろあの、開かせて、 でまあ結果的にはねあのあの土浦じゃややこしい問題があるっていうことをね地元の NPO なんかに広めちゃってるわけじゃないですかだからまあそういうところだぞっていうところなんですよこれは、うん。ということでまあ1月10日のに文書回答っていうけどもき時言うけどもこっちは解放同盟とガチ,ガチの裁判にしてるわけね。で 法務局なんかにもね、嫌がらせされて、でこっちもいろいろ法的措置なんかも取ったりして、まあ、こっちはガチでやってるわけ。こんなね、まあ何歳なのか知らんけども、こういう左翼ごっこしてるような人間のね、遊びに僕は付き合ってられないわけですよ。ね。その、で、こっちが質問しても、都合の悪いことには答えないんじゃないですか。3000万円どうしたんですかブラック解放同盟全国連さん。 税金を原子とした東大阪市からもらった3000万円何に使ったんですかそれ。ブラク解放運動に使ったんですか、うん、なんか、会員の生活費とかになってませんで、不孤の園住宅にあえてね、勝手にこういう賃1引っ張ってね、ね。で、そこから収益得てたのはあれ何なんですかだから人から強制的に集めたね、ものなんですよ、税金っていうのは。それを、 その、どういうふうに使ったのか言えないんですよね、ブラック解放同盟全国連合会。だから、こういうことをやってる人間がいるから、ね、軽口叩かれるんじゃないですかうん。だから、その、ね、3000万円もらったブラック解放同盟全国連合会さん、ね、東大阪市からもらった3000万円何に使ったのうん。それを、まず、それを答えるんだったら、僕もちゃんと文書として出そうかと思うんですよね。うん。まず、こっちの質問に答えません 言葉のキャッチボールができてないんですよ、全国連っていうのは。で、なおかつこれもね、人を名指ししてるけども、全国連の誰なのか名前も書いてないわけですよ、これ。どこ、どこの誰かっていうこともね、ちゃんと書いて出さないとね。まあできればね、なんかこの YouTube に出演しませんの映像でちゃんと討論会しませんかね。 だからこういうコソ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 することはね、やめた方がいいと思います。僕も個人なんだからこうやって顔出して出てるんだし、ね。僕は別にあの国家権力でも何でもないわけだから、なんかそう一個人に対してね、こうやって匿名でこうやって一方的にね、 ここで文章を送りつけるしかできないんですかね全同連っていう団体は。もうその程度の団体なんですかねというふうにね、僕は言いたいわけです。だから僕としては今回はね、まあ答えないでもう、ほんと動画のネタだけにしとこうかと思います。ということでね、とりあえず今回はね、こういうことがありましたっていうことを報告いたします。